しくりが入って、なんかひろゆきさんが僕の悪口言ってたぞっていうね、見たんでチェックして見に行ったら別に悪口じゃなかったけど。誰だ？誰だ？ぴょこったん、ぴょこったん、僕は底辺漫画家。他人の配信で名前出るのって全然いいじゃん。株主総会の話題で、下町に住んでる変なね、黄色い服着た底辺漫画家の人がね、株主総会に出てギャーギャー言うんだけど、企業としてはああいう人って厄介なんですよねって。ああいう人にできる限り来てほしくないんですよ。だから本来ね、株主総会なんて消極的にやるんで、オンラインでね、大々的にやるなんてことはありえませんね、みたいなことをね、言ってましたよ。うん、スパチャ投げられながら、自分も黄色い服着てるくせにさ、黄色い服着るのは頭のおかしい人ばっかりだからみたいに、こんなの外で着れないとか言いながら、配信でね、バリバリいつも黄色い服着てるくせに、僕とか藤田さんみたいなのと一緒になるのが心の奥底でちょっと嫌なんだろうね。だからそうやって自分が黄色い服着てて僕たちと一緒にされるっていうのが深層心理の中で嫌だから、先手を打って黄色い服着てるなんて変なやつばっかりって言ってんのよ。仲間入りしたくないんだろうね、実際仲間なのにね。だって僕なんてひろゆきさんの盟友のカワンゴに、カードカーの株主総会で何年も連続で粘着してね、名指しで質問してんだから。まあでもそういう人がいて面白いわけだから。オンライン開催も確かにシャンシャン総会で企業としては絶対に終わらせたいのは間違いないの。めんどくせえやついるじゃん。ここぞとばかりになんか株主ずらしてね、最低単元しか持ってねえのにわめき散らすやついるだろ。あいつらって邪魔なだけで厄介な存在だから、まあ三木谷とかみたいにズバッとね切っちゃっていいんだよ。だけどオンライン開催っていうのは利点もあって、その質問をねリアルタイムでぶつけてくることを遮断できるんだよね。前回のソフトバンクの株主総会みたいに、ある程度こう選んで事前に答えをもうテキストで作っちゃって、それを読むだけっていう、より無能な社長が無能をバレずにやりくりできるっていう利点も結構あるからね。じゃあオンラインでやる意味ないかっつったら実はあるとは思うけどね。西日暮里から追い出されちまえ。